一席申し上げたいと思いますけれどもね、講談師の山田三章と申します。この度はですね、当別町の150周年記念事業の一環といたしまして、本日は皆様に当別の歴史講談をお届けしたいと思っております。皆さん、150周年と言いましても、何から150年なのか。そう、今年は我々の祖先が当別に入植をして開拓を始めたその年からちょうど150年の節目の年なのでございます。では当別を開拓したのは誰か。伊達国直公と申します。この伊達国直公という人物、皆様ご存知、伊達政宗の末裔にあたる人物でございます。伊達といえば仙台です。仙台には岩出山というところがありまして、この伊達国直公は岩出山伊達家10代当主を務めた人物でございます。では本日はその国直公がなぜ仙台から北海道に入植をして開拓をすることになったのか、その一端をどこまで行けるかは分かりませんが、今日は皆様にお話しさせていただければと思いますが、1835年9月の12日、陸奥国玉造郡岩出山城に元気な産声が響き渡りました。この元気な赤ん坊こそ後の伊達国直公その人でございます。幼名は大力と申しまして、父は義明、母は凛。大力の幼少期を伝える記録はほとんど残されておりませんが、学問を好み和歌を良くしたとそう考えられております。古老の話によれば、5歳から手習いを始め、書生である王羲之、それから藤原の定家に師宿し、多くの和歌を残しました。また軍事的学問である兵学も家臣の鮎田女牛よりしっかりと学んだそうでございます。大力が生まれた幕末期には欧米の外国船がしばしば来航し、日本に開国を迫りました。また幕府や各藩の政治が乱れに乱れ、さらには東北地方が大地震、大凶作に見舞われたということもあったんでしょう。大力は成長するにつれて特に時事問題に関心を持つようになったと言われておりまして、世の人々の苦しみや悲しみに共感できる、そのような人物へと育っていったようでございます。1846年、大力数え年13歳、うる5月に祖父8代宗常、続く8月、父9代義明が相次いで亡くなりますと、まだ元服前の大力が岩出山10代当主となり、翌年3月に元服、御本藩である仙台13代藩主伊達義国の一字を拝領し、全城国直を名乗りました。家臣総勢736名を召し抱え、岩出山伊達家の六高は当時1万4640石余りもあったと、そう記録に残っております。国直公はどのようなリーダーだったのでしょうか。記録によると、領地内を直に見て回り、農具を与えるなど貧民を救済したとして藩主より恩賞を与えられております。国直公は我ら百姓のこと一人一人をきちんと見てくださっておる優しいお方じゃ。農民は国直公を慕い従っており、民と苦楽を共にするという、まさに当別開拓当時の精神的素養はこの頃から十分に備わっていたようでございます。また学問の重要性を十分に理解しており、吾妻県や物部勘一郎などの重臣に学問を奨励しました。武士の世が終わりに近づいている、学問がより重要になってくる、そのような先見の明も十分にあったようでございます。そして時は1868年、国直公の運命を大きく変える一大事件が勃発いたします。鳥羽伏見の戦いを発端といたします。日本史上最大の内乱、世に言う戊辰戦争でございます。戊辰戦争というのは、簡単に申しますと、薩摩長州を中心といたしました新政府軍 VS 旧幕府軍とそれについた会津藩など諸藩の戦争のことでございまして、
国直公がいる岩出山はこの旧幕府軍にあたります。時間がないので端折りますが、新政府軍からいろいろとされて起こった旧幕府が京都に攻め上がり、抗戦状態に入りました。新政府軍は兵力が少ないゆえ大変苦戦をいたしますが、新政府側は岩倉具視の謀略により戦場に錦の御旗が立ち、新政府軍イコール官軍となります。旧幕府側は大いに動揺いたします。我々は賊軍になってしまったのか。複数の藩が新政府軍に寝返るなど大崩れ、大阪城に撤退をいたします。鳥羽伏見の戦いで勝利をいたしました新政府は、全国の藩に対しまして新政府に服従し、藩校勢力会津藩を討つ戦いに出兵することを命じます。しかし東北の諸大名は、会津は新政府に従う姿勢を見せており、討伐するのはおかしいのではないかと思い始めます。特に影響力のあった米沢藩と仙台藩は、一応会津討伐のため会津藩境まで兵を移動させますが、結局会津藩のために兵を引きます。そんな煮え切らない態度に新政府が派遣をいたしましたのは、大宇鎮武総督府参謀世良修造。貴様ら何をぐずぐずしたのか。とっとと新政府に降参し、お主ら大宇の藩で会津を攻めんか。黙って言うことを聞け。世良にしてみれば、将軍徳川慶喜に引き続き西国諸藩があっさりと降参をしたため強気に出たんでしょうが、薩長から遠く離れ近くの会津藩に親しみのあった東北の諸藩にとって傲慢すぎる命令でした。さらに世良が大宇は皆敵であると手紙に書いたことが明らかとなり、ついに世良は殺されてしまう。結局東北各藩は大宇列藩同盟を結ぶこととなりまして、会津藩と共に新政府軍と戦うことになったわけでございます。さあ、かくして東北各地で火蓋が切って落とされるわけでございますが、その後秋田藩が大宇越列藩同盟から離脱したことが明らかになりますと、岩出山勢は一路秋田へと出陣をすることとなったわけでございます。8月1日優勢な秋田長州軍を小勝峠で破りますと、8月9日田村で戦闘、多くの戦利品を得ることに成功し、8月10日枕を占領、8月11日横手城を落とし入れるという隊長であります岩出山伊達家家老安住の権兵衛。このまま秋田城を攻略者皆の者進め。うわぁ、秋田方面同盟軍の士気は大いに盛り上がり、角館総攻撃の体制が全くに完了することとなったわけでございます。ところが秋田口の戦闘が続く最中、相馬藩をはじめとする数藩が同盟離脱、いくつもの城が陥落し、広の駒ヶ峰の要衝を抜かれるなど、岩出山がいる秋田口の戦闘の勝利以外、同盟軍全体の戦局といたしましては不甲斐ない結果を残すこととなりました。9月10日仙台城での重大会議、戦いを続けるべきだという抗戦派と、謝罪をして許しを請うべきだという降伏派が激論の末、結論が出せず、最後は仙台藩主伊達義邦の祭壇を仰ぎ降伏と決定いたしました。この戦争での戦死者は仙台藩1260人、会津藩2700人とそう伝えられております。12月7日朝廷は東京で謹慎中の仙台藩主伊達義邦に対し城中を召し上げ、特別の憐れみをもって家名を立たせ、元は仙台藩の六高は62万石ではございましたが、改めて28万石を下賜するという処分を下しました。仙台藩の六高が半分以下となったわけでございますが、この28万石をいかに岩出山伊達家などの家臣に配分するかは仙台本藩が決めることとなりました。翌年4月15日仙台にある岩出山の仙台屋敷にその六高再配分のお達しが届きます。仙台屋敷を預かるは岩出山家仙台屋敷留守居吾妻兼。
赤妻殿、こちらが六高采配分のお達しにございます。これはこのようなバカな決定があるか。14,000あったものはたったの65石しかないではないか。上は何を考えておる、何かの間違いではないのか。そう申されましても、すでに取り決められたものでございまして、しかも我々陪臣には全くの無力とは。武士の身分まで剥奪されてしまっては殿にお仕えすることもできぬ。何より我々陪臣はどうやって生きていけばよいのだ。殿に何とご報告をすれば。こうして伊達国直子の奥羽戊辰戦争は幕を閉じたわけでございます。さて、この顛末を踏まえて国直子はいかに動いたか、もう一度言います。国直子に与えられた六高はたったの65石、その家臣は全くの無力、今でいう失業状態となってしまいました。これは仙台藩が国直子以下の家臣に対しまして、農民になって勝手に生きなさいとお触れを出したということでございます。吾妻県などの上位の家臣は仙台藩に対しまして補助米を出してほしいと嘆願を提出いたしますが、全く聞き届けられません。吾妻らは百姓などやったこともない。このままでは家臣たちは生きていくことができない。ここで国直子の人間性が素晴らしいのは、どこまでもその家臣を思いやる姿勢です。65国という数字は国直子一家のことだけを考えるならば十分に生きていける数字なのです。自分のことだけを考えるなら家臣など知らぬ存ぜぬと通せばよかった。この当時君主が家臣を切り捨てるということは当然のようにありました。ですが我らが国直子はそれができなかったんですね。そんな折、新政府が士族の北海道移住政策を取ることを決定いたします。ここも勘違いされやすい部分なんですが、この時点で国直子はまだ士族、戊辰戦争で負けた時点ですぐに武士の身分が剥奪されたわけではありません。北海道ならば伊達家主従の関係と武士の誇りを保ちながら自分たちの新しい国づくりができるかもしれないと思った国直子。吾妻、世は決めたぞ、世は決めた、皆を郵便館に集めろ、すぐにだ。仙台藩の学問所であった郵便館、この時国直子はこの郵便館を住まいとしておりました。1870年9月の某日、集められた家臣一同ざわつく郵便館内で国直子、皆の者よく聞け、皆には北海道に移住をし開拓に従事をしてもらいたい。一つはロシアなどの侵略に対抗すべく北門の警備を固めて朝敵の汚名を注ぐため、一つは皆の生活の安泰を図るためである。殿、お待ちくださいませ。北海道は寒さも厳しく、とても作物が育つ環境にないと聞き及びます。何より先祖からのこの我々の土地を捨てよと申されるのですか。その土地も今や藩籍奉還によって新政府に取られてしまった。新政府は北海道を開拓し、それに成功すればその土地は自分たちのものにしてもよいと、そう約束しておるのだ。ですが確か開拓のための費用は全て自腹のはず。そのような資金は我々にはございませんぞ。何案ずるな。世の資材を全て売り払ってそのための資金に充てることとした。そしてだ、北海道の開拓には世も共に参るほどとした。なんとそのようなことは聞いたことはございませんぞ。そのような苦労を殿にさせるわけには、せめて殿は岩出山にお残りくださいませ。もう決めたのだ。皆と共に武士として誇りを持って我らの新しい地を作ろうぞ。殿、とはいえ無理とは申さん。岩出山に残りたい者は残ればよい。
そのような者たちを決して責めるようなことはせん。吾妻、すぐに移住の計画を立てよう。よいな。さあ、この物語はここからが波乱万丈、奇想天外、まことに面白くなってくるわけでございますが、なんとお時間がいっぱいいっぱいとやるわけでございまして、この続きが気になる方は高評価、いいね、チャンネル登録よろしくお願いしますというやつでございます。高評価が100回を超えた段階で次の撮影に入ってまいりたいと思います。本日は当別の歴史講談、伊達国直公伝戊辰戦争の一席にて失礼をいたします。